うちの師匠の弟子2人が成年後見人になっているわけでございます。師匠は子供さんがいませんのでね、我々師匠のところに入門いたしまして、うちにも弟子が一門が行さんおりまして、ということを考えていただきたいということで、この特措が解除されているということになります。奥さんが先に仮にいなくなりますと、はい、師匠が遺言を残しとかないと財産が国に根拠に行ってしまうんですよ。弁護士が下書きと言いますかね、はい、話聞いて書類まとめまして、ええ、で相続のことが気になったら弁護士にご相談いただいたらいいと思います。という落語が、この後先生方とのいわゆるパネルディスカッションのテーマでございます。その中にいろんな皆様方もこれから、まあ、普段お抱えになっていらっしゃる法テラスさん、また大阪弁護士会の先生方にご相談されようという内容が含まれているわけでございます。含まれていますけども、あまり真剣にお気にならないように、そう言いますとずっと笑うのを忘れる方がいらっしゃるわけでございましてね。